大韓民国全羅南道西南部の軍。沈島とその周辺の島々から構成される。沈島本島を含め、軍域には、計230の島がある。本島の西南約1 0キロメートルには上鳥島、下鳥島があり、さらにその近辺に甘梅島、大馬島、東巨津島、西巨島蒙古津島、猛骨島、屏部島。 独居島をはじめ小さな島々が散在している。上下鳥島一帯の海域は、多東海海上国立公園に指定されている。本島の西北約5キロメートルにある笠島は400名近くが、住む、大きな島で、漁業が営まれている。軍域の東には海を隔てて、海南群があり、沈島の東北端で本土と、最も近接する部分が、 明瞭海峡である。ここに、新東大橋が架けられ、軍域と本土との唯一の陸上交通路となっている。北方には、新安軍所属の島々が広がっている。1980年には8万3300人が住んでいたが、30年を経て人口は半分以下に減少している。特に1980年代後半の5年間では、 人口の3分の1の流出が見られた。現在も、この減少傾向は止まっていない。金骨山から眺める鎮頭本島、2013年4月、鎮頭軍の行政区画図群庁舎は、鎮頭中央部の鎮頭有城内里に所在する。軍主は、僕連主。一遊六面がある。鎮頭本島にはこのうち一遊五面が置かれており、 下鳥島に面事務所がある鳥島面は、笠島など、離島部を管轄する。明瞭海峡に架かる、鎮島大橋が、鎮島と本土とを結ぶ、唯一の陸上交通路である。鎮島からは、周辺の島所への遊覧船が発着している。鎮島県は、鎮島のシンボルの一つ鎮島県、鎮島区古市、鎮島を、島三方鎮島民謡、鎮島所が、 鎮透くれない酒を、鎮刀山岳と称するという。2019年9月20日午後1時から5時まで、海ごみ問題への注目を集めるため、小群面の高い海,海水浴場で、第19回国際沿岸浄化の日というイベントが、開催された。海洋水産部部長、全羅南道副知事、海洋環境公団、水協漁業関係者、 学生など600人以上が参加し、海岸のプラスチックなどのゴミを2時間かけて片付けた。しかし、この片付けたゴミはイベントを盛り上げるため、前日に、陳東軍役所側が、周辺の海岸から拾って意図的に置いたものであると25日に、判明し、批判を受けた。韓国国内。ありがとうございます。